四万十川で獲れた天然アユをさまざまな料理で味わうアユフェスが昨日四万十市の道の駅で開かれました。昨日四万十で開かれた四万十西土佐アユフェス、キャッチコピーは塩焼きだけじゃないけん。四万十川で獲れた天然アユをさまざまな料理で味わってもらおうというイベントで、アユカツバーガーやアユ焼きそば、天然アユの食べるラー油にアユソフトなどオリジナル料理12品がずらりと並びました。一品300円、100食の限定販売で、訪れた人たちはお気に入りの品を味わっていました。結構パンチがあるんで、パスタとかに使っても美味しいかもしれない。定番の塩焼きと変わり種あゆ焼きそばのお味は、柔らかい、柔らかくて美味しい、身も結構いっぱい入って、出汁も効いてて美味しいです。また商品が当たるアユクイズも行われ、アユを知りアユを味わう、まさにアユ尽くしの一日でした。